ットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。本日はエキシビジョンマッチ FC 東京対ジュビロ磐田。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。はい、さあ間もなく試合が始まります。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。今日の試合どのようになりますでしょうか。注目です。かなり強烈な当たりです。栗沢、壁を使います。下げて、ここは栗沢、まずは左サイドから行きましたが、ボールはつながっていきません。通らない、チェックされていました。サルセード、下げて、ここは金沢、モニワ、ジャーン、梶山、梶、うまく走り込んでいる。キーパーしっかり抑えました。ナナン、ここは太田、大きく横へ運んでいきます。これは長すぎました。右に送って、パワフルですよ。服部、ナナン、そこから鈴木、茶野、パスをつないでいく、右へ出す、ここから服部、ここはつながりません。いいチェックですね。かろうじてクリアしました。あっとタイミングが合わない。今度ここはボールを下げました。梶山、下げて、ここはモニオ、右を使ってきた、回します。今度、おっとタックル、中央上がっていきます。守備側も周り見えてましたよね。さあ前にいるぞ、一旦後方へ下げます。下げて、ここはナナン、田中、ここは鈴木、太田、ヘディング、もっとヘッドで競り合う、そこから福西、リターンを受けて服部、さあこっからだ、おっと入ってきた。いや北澤さん、実に惜しい場面でした。本当そうですよね、ちょっと合いませんでしたね。ジュビロ、ここぞというチャンスを逃しています。ここからジャーン、そしてここは梶山、石川、後ろにはたいた、左サイドを使ってきた、いいディフェンスですよ。このパスは通らない。一瞬遅れましたね。金沢、そしてモニワ。さあ北澤さん、ジュビロこの立ち上がりいかがですか。いいと思いますよ、調子上がってきてますよね。ここから茶野、軽く出して、前半の15分を回りました。太田、今野、左へ回して、石川、梶山、今野、栗沢、金沢、後ろにパス、下がったボールはモニオ、合わせてきた、うわ決まった、ゴール、 FC 東京
まずは先制ゴールを挙げました。サルセイドワンタッチで決めました。そして鮮やかなボレーが決まっています、それにね、上がったボールも素晴らしかったですよね。さあリプレイ画面が流れています。FC 東京先制ゴールで1点を得ています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。 FC 東京リードしています。福西、おっとこういうところで早く止めた方がいいですよね。金沢、そこからポン、ここはつながりません。フィジカル面強いですよ福西。チェックが効いていました。うまく受けました。栗沢、後ろにはたいた。さあカウンター、いいワンツーだ。そして太田、ここでリターン。もう一度、ここは福西、村井、あっと危ないプレー。さて北澤さん、 FC 東京試合は前半の半分を過ぎているんですが、今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね、はい、パスに追いつけません。本、金沢、栗沢、左サイド、競り合った。おっと危ないところでファウルになった。ジュビロピンチを迎えています。クロスでいった、ヘッド、ここは一難逃れます。カレン・ロバート中央から上がっていきます。このボールをカット、負けてないですよね。ここから金沢、 FC 東京ボールキープしています。ジャーン、攻めの準備を整えます。あっとこれは通りません。中央へのボールが入っていきましたが、ここでは通りませんでした。ファールがありました。ここは戻します。田中、服部、ボールは左サイド、短くつなげて、これは大きすぎました。キーパーしっかり止めました。しかしよく攻めてますね。ヘッドでの競り合い、村井、服部、一気に来た。タイミングが合わない。時計は30分を過ぎています。ボールを入れるのは石川、梶山、後ろにはたいた、軽く出して、ジュビロ防戦一方になってきました。あっと右行きましたよ。早く折り返したいですよね。カジ、このパスは大きすぎました。前田、横へ運んでいきます。もう一回前田、後方へパス、左へ出す、大きく横へ運んでいきます。前へゆっくり送ろうという場面です。そこから七海、体を入れます。さあ展開が速くなる。ルーカス、下げて、さあどうする、さあ入れてくる。サルセード、そしてここは今野、栗沢、
守りが乱れています。あっとオフサイドを取られました。おっとオフサイドですか。まあお互いにギリギリなところを狙いながらもね、ちゃんとディフェンスしてますよね。田中、茶野、服部、ちょっと攻めあぐんでいます。ディフェンスラインで回します。太田、一度下げてまた戻す。ジュビロ、さあここまで押し上げてきました。タッチを割りました。スローインはジュビロ。カレン・ロバート左へ回してナナン放りません。一旦預けます。左に送って硬い守りだ。もう一度、さあ奪った。ジュビロ執拗に攻めているんですがまだ及んでいません。ナナン横へ運んでいきます。大事なところ、あっとホイッスルがありました。ここからのフリーキック、中に上がってきている選手が少ない。おっと狙ってきた、力みすぎたんでしょうか。しかしすごいシュートでしたよね。そろそろ前半も40分を回るところ、縦に出した。ああいいカットですね。おっとこういうところで早く止めた方がいいですよね。村井、大きく横へ運んでいきます。中央から上がっていった。さあ追い上げたい。村井下げて、ここは服部横へ運んでいきます。鈴木、ここからの組み立てが大事です。後ろへ、いいチェックですね。右へ出した、短く出します。太田スペースを使う。フィジカル面強いですよ。鈴木後ろへ、なかなか前にスペースが作れません。立て、おっとさあクロスを入れてくるか。うん、いい形になった。 FC 東京ここはしっかりと守りました。ここで前半戦が終了します。さて北澤さん、先に1点先行されましたジュビロ、強豪を相手にした前半の戦いぶりどのように見ますか。当然もうレベルの違いというのはね、彼らがよく分かっていると思いますけどもね。あと相手の隙を見逃せないということでしょうね。なるほど。そしてこの前半戦のデータをもとに軽くお話をしますと、ジュビロ現在リードされているんですが、エリア内の動き方ちょっと偏っている感じでしょうか。そうですね、もっとピッチをうまく使ってどんどん大きく効果的な展開をした方がいいですよね。ありがとうございます。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えて1対0 FC 東京1点リードで折り返しています。さあ後半の笛が鳴りました。 FC 東京エンドが変わって右から攻めます。その反対側がジュビロ、福西かわしていく、スルーパスを出してくる、そしてシュートに行く。しかしこのパスはオフサイドになりました。リプレイを見ていただきましょう。モニは栗沢、ボールを持っているのは栗沢、今度軽く出して一人で上がる、遊ばれています。いいタイミングで出ましたよ。ですよね。右に送ります。土井、
太田、七海、服部、ジュビロボールになります。服部後ろにパス、ボールを回して左に、あっとタイミングが合わない。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。ちょっとこれは読まれましたね。もっとヘッドで競り合う。ここに7番、大きく横へ運んでいきます。後ろからチェック、これはファールを取られました。このボールを蹴るのは福西。選手を変えてきます。もうちょっとね、この選手のプレーは見たかったんですけどもね。ここからバットリ、いいタイミングだ。3人も入ってきたんですけどね。バットリ前に送る、よく守っている。ジュビロボールになります。ボールを入れるのはバットリ。村井、茶野、服部、前方へ。しかし北澤さん、試合は後半に入っているわけですが、ジュビ立ち上がりについてどうご覧になりますか。やはり前半で差がついたのが大きいんでしょうね。少しリズム悪くなってきますよ。ちょっとこれは大きすぎた。ああ、これメンバー変えますか。そうですね、変わりますね。さあジュビロ、前の選手を変えています。そうですね、これは少し攻撃陣の流れを変えようということなんでしょうね。拾ったのは今野、左に送って小林。 FC 東京ボールを回します。ここで組み立てていく。綺麗に通りました。味方を探している。村井、もう一度頭で、ここから火事、馬場、このパスには追いつけませんでした。スローインへと変わります。ウィングバック火事、ここは戻します。左へ出した。 FC 東京まだ攻めが続きます。後ろからチェック、ファールがありました。横へ持っていく。まだ諦めていません。通りません。パワフルですよ。梶山、長いボール、浮き球で来た。中を見ている。中入れて、しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。縦にボールが出ます。いいところで受けた。いいですよ。中山、横へ運んでいきます。キープ力高いですね。ルーカス、そこから馬場、おっとアップきましたね。胸で落として、一瞬遅れましたね。それにしても北澤さん、後半も半ばに入っています。何でしょう。 FC 東京、後半に入ってからはまだシュートを打っていませんね。いかがですか、このあたりは。そうですね、リードしてから少し慎重になったんですかね。
まあ本人たちは気づいてないかもしれませんけどね、はい、攻撃の術に悩んでいるようです。右に回してそこからナナン通るか。おっとこういうところで早く止めた方がいいですよね。ファールとなりました。さあカードは出るんでしょうか。ノーカードで試合続行です。ルーカスここで入れ替わります。でもこの選手に対してはやっぱりもう少し見たい気もしますよね。ポンヌ小林金沢梶山さあ競っていく。いい形で切り込んでいったんですけどね。ナナンここにバットリ福西ジュビロそろそろ攻めに入りたい。大事なところ止めた。キープしています。今度は左からさあ競っていく。さあ上げるか。ナナンそしてここは服部ここは茶野小林仕掛けてきた。強いですね。軽く出して松下ボールを回してまもなく後半の30分が経過します。ここからポン梶山キープ力には評判のある選手。ちょっとこれは大きすぎました。ナナン横へ持っていく。鈴木茶野軽く出して服部大きく横へ運んでいきます。茶野後方で回しています。川村大きく縦へ出します。ナナン奪いました。回します。回してサルセード。フィジカル面強いですよ。川村これはタイミングが合いません。キャッチされた。縦からサイド攻撃だ。いい形になった。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。そして鈴木田中鈴木ここは戻します。そしてここは川村鈴木茶野そして服部ナナン大事なところ右へ出す。モニオこれはチャンスになった。カジ鈴木右から攻めていきます。味方を探している。さあチャンスになる。いいですね。ディフェンスでした。鈴木あーっとパスに追いつけません。これはキーパーセーブしました。つないで鈴木川村ディフェンスラインでパスを回しています。中山さあチャンスになった。さあ後半40分を回りました。このパスは通らない。松下茶野つながらない。松下ボールを受けてここは落ち着いていきたい。右にさばいてさあここから組み立てていく。
後ろからのマーク、後ろへ、さあ攻撃に注目です。カジ、ここで交代させます。もうちょっとねこの選手のプレーは見たかったんですけどもね。宮澤、後ろからのマーク、宮澤カウンターチャンス、福西横へ運んでいきます。スペースへ出す、これいいボールですよ。コースを探している、ここは戻します、壁を使います。福西ロスタイム1分を切りました。ここは河村、下がったボールは鈴木、ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0 FC 東京1点差で勝利、逃げ切りました。佐々さん、まずは前半に1点が入りました。そしてそのままスコアは動かず終わったわけなんですが、いかがでしたか。そうですね、前半の1点が大きいものとなりましたよね。 FC 東京としてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね、本日の結果は1対0 FC 東京勝利をものにしました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。